はい。皆さん、こんにちは。おなすの誕生日占いへようこそ。はじめに告知です。この度、個人鑑定を始めさせていただきました。ここならというところで、概要欄にリンクを貼っております。恋愛や仕事の悩み、どういったところで起業したらいいのか、この苦しみはあとどれくらい続く可能性があるのか、など、あなたの運気の流れやターニングポイント等を調べるお手伝いをさせていただきます。概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひ立ち寄ってみてください。お待ちしております。 はい。皆さん、こんにちは。おなすの誕生日占いへようこそ。本日も占っていきましょう。今年、上半期、竹萌の愛称を占っていきましょう。はい。で、まず、佐藤健さんは1989年3月21日生まれ。上白石萌音さんは1998年1月27日生まれでしたね。 でまず佐藤健さんの性格名をざっとおさらいしますとコツコツ真面目タイプ仕事人間内側も外側も完璧な美しさを持っていて悪いところがなかなか探しにくいというタイプですね佐藤健さんが求める配偶者像は 何か一つのことに対してて抜けた才能を持っているようなタイプを好きにになる傾向にあります。で佐藤拓さんの現在の運気なんですが今年は待ちに待った興奮期ということですのでまあ1年間はっちゃげていただきたいなというところですね上白石萌音さんの性格面もざっとおさらいしていきますと仕事に対しては根が真面目で一つ一つ段取りをしっかりと決めていけるコツコツタイプでそして表向きは。 しっかりとした芯があって、まあ、情愛深いまろやかな美しさと芯のある美しさというものを打ち合わせており表現力に富んだ女優さんということがわかりますねで上白石さんが求める配偶者像はみんなから愛されるみんなから人気があるような異性を好む傾向にありますで上白石さんの今年の運勢もとてつもなく最高にいい運気が往来しているということですね二人のの今年上半期の 相性はオブル最高潮な状態だと考えられますまあ、理由としましてはまず一つ目に上白石萌音さんと佐藤健さん二人とも幸運気が重なっていることもともと上白石萌音さんと佐藤健さんは同じような波長で動いているところがありますのでまあ、精神面や行動持ちが盛り上がるタイミングや落ち込むタイミングというのも たような流れになったりしますので共感し合えるる中でででことは間違いないななすねなので今年は2人とも超幸運期ですのでこのタイミングで何か決め事をすると自分の仕事の軸になっていったりまあ恋愛弁ですと末永くやっていけるような運気になっておりますので間違いなく結婚するなら今年がベストですね2つ目が先ほどお伝えしてしまいましたが2人の波長が同じなんですよね落ち込む時はまあ2人とも落ち込んでしまう可能性は高いのですがただ 二人とも器が広いです。佐藤健さんが落ち込んでいたとしても上白石萌音さんがとてつもなく芯があるのでいざとなる時は頼りになりますで上白石萌音さんがダメな時も佐藤健さんは包容力に長けておりますのでお互いにお互いを尊重し合うことができればどんな時でも補い合って支え合っていけるという良縁であると考えられますねで元々の相性の部分で 以前お伝えしましたが、全くの真逆の性質を持っている部分があります。もともとは全くの真逆の性質を持っていますので、もちろん反発や理解し合えないという部分は必ず出てきます。誰でも怒ったりすることはありますよね。他の人たちとこの二人で違うところは、やはり器の広さなんですよね。特に上白石萌音さんは、心が強い、困難に強い。 で佐藤健さんは優しさがあって困難があったとしても賢いのでしっかりと頭を使って行動に移すことができると考えられますなので全く異質の性質であったとしてもお互いがお互いを補い合えますしさらには今年のこの幸運期をしっかりとタイミングを合わせていただけてるのであればこれほどのチャンスはないと思いますので、まあ、まだ上半期ですので下半期にかけても続いていきますので いいニュースを聞けたらなというのが、まあ、私を含めて皆さんの願いかなというところですね。今後もこの二人から目が離せないですね。はい。じゃあこのようにですね、今後も占っていこうと思います。行動化が良かったなと思う方はチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではまた。